フランク・ザッパー、ギターソロ弾くとき首でリズム取りがちとやっていきたいと思うんですけど、いいっすね。はい、撮影が今日5月7日なんですけど、あの9日が母の日ということで、ね、マーザーズザッパーの動画を撮ろうということで、まずザッパ門下生っていうのは何なのか、これはあのフランク・ザッパのバンドにいた人のことを指します。でまあ難解な音楽をやるザッパなんで、まあ、ザッパ学校って呼ばれてまして、はい、そこを卒業したっていうことで門下生っていうような言い方をするんですけども、うん、その中でまあちょっと有名な人たちをピックアップしていきたいと思います。前に出してこのフランク・ザッパ攻略ガイド見ながらちょっと僕がピックアップして、まあ、年代古い順に紹介していきたいと思います。でまず一人目、バン・ダイク・スパークス。この人はアメリカの作曲家の人で、ビーチボーイズのスマイルってアルバムに参加してたりとか、ザッパバンド時はキーボードの担当になって、バン・ダイク・スパークスでちょっと調べたらなんかブログみたいなやつがあって、うん、そこにザッパのことをですね、このバン・ダイク・スパークスはあいつは普通すぎるって言ったっていう逸話があって、よくわかってるなって。まあそんな長い間在籍してないんだけど、うん、フランク・ザッパがめちゃくちゃ普通だってことわかったっていうのはすごいなって。どういう観点で普通だってさ、まあ多分音楽的な簡単なんだよ。簡単。なんかこの人も結構奇才らしくて、音楽的に。なんか変わったもん作って、なんかもう結構有名だと思う。比べたらってことなのかな。じゃあザッパより変わってるかもしれない。可能性である。で次ですね、ドン・プレストンって、これもキーボーリストなんですけど、うん、この人も結構、あの、後にジョン・レノンと一緒にプラスチックオノバンドとかやったりとか、はいはい、あの、ジミエンのあのペダル、ドン・プレストンがこう使いこなしてる技術みたいのを、ジミエンはちょっと応用してるという部分はあるのかなって。まあ、ジョン・レノンとやるぐらいだから。あ、そうだよね。結構すごいミュージシャンだなと思います。うん、次、これは結構有名かな、ローエル・ジョージ。これはあのサザンロックバンドのあのリトルフィートのリーダーの人で、まあギターをやる人なんですけど、初期リトルフィートはあのマーザーズのその時にいたロイ・エストラーダも参加してたりとか、ロエル・ジョージもザッパのとこいたんだみたいな。まあ麻薬やってたんで、まあすぐクビになっちゃったんですけど。で次ですね、名前がビッグすぎて、次エイズリー・ダンバー。エイズレー・ダンバーなのかな。この人ドラマーでジェフ・ベックグループとかね、あとジャーニーとか、ね、数々のロックバンドでドラムを叩いてるんですけど、すごいな、ロックバンドの名前が全部ビッグだな。そう、めちゃくちゃ、まあその当時の人にしてはかなり上手いドラマー。多分ザッパ的にはドラムは結構大事な楽器なんで、まあエイズリー・ダンバーは結構重宝してたんじゃないかな。なるほど、感じには思う。正直なイメージ、ザッパのバンドってそのドラマーだけは他のその楽器と違って本当に上手い人じゃないとダメなイメージが。まあそうだね、なんか上手くないのはマーザーズまでな感じがすごいです。てかまあマーザーズの時も上手いけどね、めちゃくちゃ。後のボズヨの感じとか持ってるのかなって。で次ですね、あのタートルズのフロー&エディですね。うん、まあもともとザッパ前はタートルズっていうそのバンドにいたんですけど、マーク・ボルマンとハワード・ケイランの2人なんですけど、うん、まあこれはあのフロー&エディっていう通称まあ言うんですけど、うん、まあコーラスですね、主に T-REX のメタルグルーっていう曲のコーラスが有名かな。はいはい、あの曲さ、マーク・ボルマンが自分で声重ねたのかなとかって思っちゃってもおかしくないかなと思うんだよね、聞いてて。どういうこと？え？あ、俺、マーク・ボルマンっつってんのかな？フロー&エディのフローの方。マーク・ボルマン。あ、違う、逆か。ややこしい名前に、似てるんですか？相性だから。あー、そういうことなの。次はジョージ・デューカー&ジャン・リック・ポンティ、この二人なんですけど、二人とも同じその音楽学校に通ってたらしくて、先にまあジョージ・デュークの方がまあ加入して、ジャン・リック・ポンティ後からジョージの紹介で加入するって形になってて。あ、そうなんだ。重なって時期もある。二人が一緒にやってた時もあったり。だからどっちも大学ではジャズ専攻なんだ。絶対そうだ。ジャン・リック・ポンティの方はザッパープロデュースでアルバム一枚出したりとか、ジョージ・デュークのは結構作曲面でお互いにザッパと影響し合ってたらしくて、結構後のザッパの作曲にも影響をジョージは与えてるってことで、なるほどなるほど、結構功績としては重要な人物だなっていうふうに思うかな。うんうん、キーボーリストとエレクトリックバイオリンっていうことで、まあ、ジャネック・ポンティはなんかソロがあんまりできなかったから後に辞めることになるんだけど、次はドラマーのジム・ゴードンって人です。この人はあのデレック&ドミノーズのドラマーの人で、まあ、72年のツアーに参加してます。ザッパのバンドからデレック&ドミノーズ行ったってこと？そうそう、まあセッションドラマーだからいろんなとこで叩いてんだよ、基本的に。あ、そっかそっか。まあ、だからすごいね、ザッパのとこに立って。なんかさっきからすごい人ばっかりなの。そうそう、結構多い、うん、すごいなって。次はチェスター・トンプソンですね。この人はあの黒人のドラマーの人で、うん、はい、あのジェニスのフィル・コリンズとダブルドラムやったりとか感じ、はいはい、マーザーズの時からあのラルフ・ハンフリーっていう白人の人と一緒にダブルドラマやってたんで、そういうのもあって雇われたのかなっていう。すごいね。次、またこれまたドラマどんどん続いていっちゃうんですけど、うん、テリー・ボズヨですね。
もうやっときましたかって感じなんですけど、マーザーズでは歌も歌うっていう感じ、うんうんうん、まあ、まあ、とにかくハードドラマーって感じでね、音もでかいし、なんかアクションもでかいしって感じ。有名なところで言うと、あのジェフ・ベックのギターショップとか、ニック・ジャガーソロプロジェクトなどなど、さまざまなところで叩いていくっていう感じ、うんうん、まあスーパードラマーの一人だな。なんかあれでしょ、ジャニーズの曲とかでもやってるらしいけどね、俺も詳しくないから。やってたみたいな。ザッパは意外とドラムもそうだけど、あの歌の部分で結構、ね、重宝してたっていう話もあったりとか、うんうん、歌って叩けるドラマはだいぶ重宝されるわ、ね、パンキーウィップスとかが、そうそうそう、だからテディーズ&ビールとか、うん、あの時期の曲結構歌ってる曲多いから、はいはい、俺も結構それはそうだなって思って。次エディ・ジョブソン、この人はドラマじゃなくてエレクトリックバイオリンを担当してます、はいはい、ボジオと後にあの UK のね、まあ、いいっすね、2期 UK だけど、うんうん、まあ、やったりとかっていう、まあ、もう2期 UK に関してはもう2人2期 UK 3人中2人ザッパモンカっていう、もうただのザッパバンドじゃないかっていう、そうだね、感じで、まあそういう感じです。まあエディ・ジョブソン、まあ知ってる人めちゃくちゃ知ってるだろうし、説明不要かなっていう感じですね、うん、であとはブレッカーブラザーズの2人ですね。これはあのザッパイン・イン・ニューヨークっていうあのライブアルバムに2人とも参加してて、うん、後にそのテリー・ボジオとねヘビーメタルビーバップを作ったりとかしてて、うん、ヘビーメタルビーバップを知らなくても、うん、このザッパインニューヨークでボズヨとそのブレッカーブラザーズの2人が共演していることを考えると、なんかヘビーメタルビーバップができたことは不思議じゃないみたいな、まあ、ちょっと謎解き要素があるっていう、この流れがあるからかみたいな。ボズヨってそういえばあれだよね、何のバンドのジャケか忘れたけどさ、ボズヨだけあのなんつった今あの記事わかんないけど、バレエとかきっちりしてすぐにさ、あの乳首のところだけ、あ、でもスティーブ・アイじゃない、あ、スティーブ・アイのやつか、うん、なんか乳首だけ両方見えてるって多分あれだと思う、スティーブ・アイだと思うんだよ、あれいいよね、うん、いい、ロックだね、そういう美的感覚みたいなのちょっとあるよね、ボジは、うん、ちょっとあれだよね、いかれてるよね、いかれてる、やっぱ次行きましょう、はい、エイドレン・ブリューですね、うん、門下生の中だと有名な方にあるある名前かな、まあデイビッド・ボーイのところでやってたりとか、キング・クリムゾンとか、まあいろいろやってて、ね、ソロプロジェクトも結構面白いよね、そう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 、だからとかグランク・ザッパのとこいたのかって思う、まあトーキング・ヘッズもあんのか、逆にもう今の活動がめちゃくちゃ広いからフランク・ザッパにいたってことが薄れてるぐらいに活躍してる人だなっていう、うん、だから最近だとあのスチュアート・コープランドとなんかギズモドロームとかいうバンドやってたりとかね、まあ、未だに結構元気よくやってるなっていう、ね、あの、まあ太ってるからね、プログレのなんか人たちには重宝されるのかね、やっぱああいう、そうだね、特殊なギターをやる人が、ちょっとあの体調管理気をつけてほしいね、プリン体だから、あちょっとね、うん、そこが心配です、まあ、私は、 あとちょっと話しましたけど、うん、ボズヨってあれだよね、奥さん日本人なんで、2人目の奥さんがね、次はビニー・カリウタですね、はい、これまたまたジェフ・ベックのところで叩いてるドラマーの一人なんですけど、不思議なんだけどジェフ・ベックは結構ザッパモンカドラマー好きなのか分かんないんだけどね、よく使ってるっていう印象があって、昔あの GTO's グルービーっていうそのバンドにくっついてくる女の子たちを使ったバンドのあのアルバム作ってて、そこでジェフ・ベック実は参加してて、まあ、ジェフ・ベックというかジェフ・ベックグループの人たちがみんな参加してて、そのことがあるからなんかちょっとクランクザッパっていうのはいつも頭になんだかなとか、プライベートの付き合いは結構あったんじゃないかもしれないね、女の子となんか遊べるみたいな、あ、それは、それそれ、ね、そうはめられた人だし、ジフだけじゃなくてグループの、まあ、ロットもそうだし、みんなね、騙されたロンウッドもそうだし、あの時はまだミックオーラかな、ドラマちょっとわかんない、この人もね、いろんなとこでやってるもう大物ドラマ、まあ、これも説明いらないと。次ウォーレン・ククールロって人ですね。この人ギタリストの人で、86年にあのデュラン・デュランに参加したりとか、あと、デュラン・デュラン。あと、テリー・ボズヨ&デイル・ボズヨ夫妻と、あと、パトリック・オハンと共にね、ミッシング・パーソンズっていうバンドやってたりとかしてて、結構有名なんだけどね。まあ、日本だとあんま認知ないけど、で、ザッパ・モンカ中で一番売れてるバンドなんだね、ミッシング・パーソンズ。だから、まあ、みんなザッパ・モンカだしね、よく考えて。デイル・ボジオはね、シングフィッシュっていうアルバムで参加してた。何曲かね、参加してんだよね、デイル・ボジオは。ボーカルとして。ということで、ついにあの方がやってまいりましたということでね、ザッパ DNA を一番継いでる門下生の一人のスティーブ・バインですね。はい、まあ、この人も説明不要のスーパーギターリストなんですけど、うん、なんか特にこう、マーザーズ以前から、そのクラングザッパのギターのソロとかを譜面で拾って、楽譜にする仕事をザッパからもらったりとか、うん、他のザッパ門下の中でも、ちょっと関わりがちょっと違うなって、うん、なんかちょっと師弟関係にある一人なのかなって、ちょっと、うんうん、お互いに尊敬し合ってるというか、もう完璧な弟子というかね、スティーブ・アイ。そうだね。感じで。多分年齢も、
ザッパの子供ぐらいの実際は年齢だから、まあそういう、まあ年の離れてるのもあるけどね。やっぱこのスティーブ・バイがやっぱり存命でいてくれるから、こうフランク・ザッパの名前が廃れない感じもあるし。ああ、そうなんだと思うんだよね。やっぱりスティーブ・バイが自分の好きなギタリストとしてフランク・ザッパ上げてたら、やっぱりみんなさ嫌でも聞いちゃうじゃん、名前を。まあでもそれ以上のデカさあると思うけどね。まあまあまああるけどね。でもそれ以上になんかその入り口としては結構スティーブ・バイは大きいなと思う。エイドメン・ブルーとかも有名だけど、別にザッパっていう感じもしないし。今50代の人はザッパ触れる可能性あるけど、40代から下の人はザッパ触れるしかないから。そう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 。だから結構スティーブ・バイは入り口として結構、ね、なるほど、重要な人物。ザッパ入門になってるんだと思うんだよね、スティーブ・バイは。なるほど。そうそう、っていう感じかな。で、次。それ考えてこなかった。うん。チャド・ワッカマン。アラン・ホールズワースとかと一緒にやってるんで、まあ、うん、かなりいろんなところでセッションドラマとしては参加してるんですけど、そうですね、この人だけ残念ながらジェフ・ベックとはやってないっていう、ちょっとね、はいはい、あとはね、あのテリー・ボジョと2人でね、あのドラム協奏 DVD 出すとか、うん、あんま目立たないメンバーなんだけど、うん、なんかその激しいドラムとか、うん、細やかなドラムみたいなのをこなしてる、うん、参加時期がやっぱり一番遅いから、曲数も多分あの頃めちゃくちゃあったし、うん、よくこんなになんかこなしてんなっていうレベルだと思う。ドラマー的には一番評価されてんのはビニーなんでね、ザッパ的には、うんうん、だけど曲数とかやっぱやってるも仕事量で言ったらやっぱチャド・ワッカマンはすごいな、実際のね仕事量はね、うんうん、と思います。チャドといえばさ、チャド・スミスじゃないけどさ、チャド・ワッカマンか、ワッカマン、ワッカマン、ワッカマン、あのスネアドラムの音が強いけどちゃんとしてるテンポ、うん、タムタムとかのこう回しとかめちゃくちゃ細かいし、うん、すごい人だと思う、ね、プロフェッショナルで、個人的にはすごい、めちゃくちゃ技術力がすごいかなと思います、うんうん、で次ですね、はい、そんなに有名じゃないんだけど知ってる人は知ってるレベル、マイク・ケネディって、これギタリストなんですけど、はい、でもマルチプレイヤーでキーボードとかもやるのかな。で、あのザッパーバンドで88年の頃にツアー回ってたそのビッグバンドに参加してて、キーボードとその時はギターをこなしてるって感じで、あんまりこの頃目立ってなかったんだけど、うん、ザッパーが死んだ後に関連プロジェクトみたいな曲をもう一回リバイバルジムしたりとか、ザッパーを忘れさせないみたいな活動っていうのおかしいんだけど、うん、結構やってて実際、うん、ザッパーを本当にこう愛してるミュージシャンの一人なのかなっていう感じがして、すごい未だにというかリバイバルリバイバルって感じやってて、昔の人たちとか集めてね、うん、あのもう一回やったりとかしたりとかしてるし、はい、心でこう通じ合ってる感じの人なのかな。マイケイで調べると、あの YouTube で、ね、あのアコギ1本でインカローズをやるっていう動画があるんですけど、これ結構面白いですね、もの歌もやってるし、めちゃくちゃあれじゃん、超絶技巧になるじゃん多分。ジョン・フルシャンテが声でやったりしてるけど、この人本当に一人でやったりとかするんで、なんかちっちゃいバーみたいなのはなんか人が撮ったやつなんだけど、ね、映像的には別に音がいいわけじゃないんだけど、うん、ただちょっと見てほしいなって、面白いんで、はい、はい、ということでね、まあ結構このザッパ門下生を追っていくという、その一個のザッパの入り方としておすすめしてるんで、うん、なんか今回で興味持った人はね、えこの人いたのかみたいな感じで音源をさらっていただいて聞いていただければいいかなと思いますね。今紹介してくれたアーティストのその後の話とかもね、うん、できたら面白いかなと思います。うん、そうね、ビフォーアフターでもいける。ああ、なるほどね。なんか音楽性がさ、やっぱ変わるわけです。そうそう。で、これは本当に表面の表面だからね、ザッパ門下の中で、うんうんうん。こっからまた、あれなんだよ、いろいろトミー・マーズとか、エドマンとか、うん、アイク・ウィルスとか、レイ・ホワイトとか、うん、いろんな面白ミュージシャン、ロイ・エストラーダとか、うんうん、ジミー・カール・ブラックとか、イアン・アンダー・ウッドとか、はいはい、ルース・アンダー・ウッドとか、ブルース・ファウラーとか、ウォルト・ファウラー。終わりなさそうなんですけど。グラルフ・ハンフリーとか、いろいろなね。でも、こいつらすげえなってなってくるっていう。うん、ナポレオン・マーフィー・ブロックとかも、うん、こいつらすごいなっていう、なってくるって。なんか、全然有名じゃないけど、こんだけの演奏聴ければいいかってなってくるって、なんかちょっと不思議な感じになる。プロデュース面で結構やってる人とかもいるんだよね、実際。うんうん、ザッパ入った後、これザッパ病かかってんじゃないかなって気になるとこあるんだよ。ああ、曲調がね、それをピックアップしてちょっと俺紹介してみてもいいかなと思う。ああ、なるほどね。うん、結構ザッパに影響受けてる。スティーブ・バイは結構俺顕著だと思うな、一番。まあまあ、それはね。
ジョージ・デュークとかさ。ああ、ジョージ・デュークとかね。ここ雑把病かかってるなとかっていうのをちょっと探してみたいな。ああ、ジョージ・デュークはちょっとまだ俺わかんないね。ソロあんま聞かないからさ。うんうん、取り憑かれる人結構いるからね、雑把。ビートルズファンは言わないけど、ジョン・レノンが雑把めちゃくちゃ好きだってさ。うん、なぜか語られないのって俺はよくわかんないんだけど。いや、それだったら、そもそもビートルズファンが語る分もなんも、俺らが世代じゃないから、それは聞くことないよ。ああ、そっか。うん、あの200モーテルズにリンゴスター出てたりとか、結構、ね、なんかちょっとした関わりは。ちょっとしたっていうかもう、アルバムで思いっきり関わりはんちゅう。うん。アルバムジャケで。確かに。We Are Only Human とか。うん。サージェントと、モロ一緒のやつ。そうそう。曲も聴き比べるとめちゃくちゃ似てんだよね。うん、あ、てか、真似てんだけど、ザッパが。うん、あれはすごい面白いやつ。まあ、これはもうほんと入門中の入門なんだよ。うん、ザッパ、メーカー。はい、ありがとうございました。